腸内細菌を野生に近づけることで、ある絶滅危惧種を守ろうという研究が行われています。日本ライチョウ、標高2500メートル付近の場所で暮らしています。高山に生える植物を主食にしています。年々数を減らし、生息数は1700羽程度にまで落ち込み、野生から姿を消す可能性が心配されています。環境省と動物園が協力してライチョウの保護や繁殖の取り組みを行ってきました。しかし飼育されるヒナが途中で衰弱して死亡することも多くあったといいます。2014年からライチョウの保護プロジェクトに参加した牛田さんのチーム、ライチョウの糞に解決の糸口を見つけました。これですね。くちばしでつついた後、こうとんがった、これ食べた後の食痕になりますね。ヒナはこれを争って食べる。それによって腸内細菌は母親から子供に伝達されると。研究チームはヒナにとって親の糞を食べる習性が重要であることを見つけたんです。それまでは生まれてすぐ親子が隔離されていました。そのため糞を食べることができず、腸内細菌が野生と全く違う状態になったために衰弱していたのではと牛田さんは考えました。そこで野生のライチョウの腸内細菌を調べるために糞を採取することにしました。糞をするまでライチョウの後を追う過酷な作業、時に3日近くライチョウを見守り続けたこともありました。一方で糞の中には寄生虫も。死亡リスクがあるため、飼育ヒナに糞をそのまま食べさせることも安全とは言えません。より安全に育てるため、牛田さんは糞からライチョウの腸内細菌を分離し、生存に重要なものを特定、これをヒナに与える作戦を取ることにしました。その結果、野生のライチョウに特徴的な腸内細菌を次々発見。消化しにくい物質や有毒物質を分解するものや、感染症に抵抗する能力を持つ腸内細菌を発見したのです。チームではこの細菌を野生の糞から分離して培養。5年かけてヒナに与えられるようにしたんです。このように直接与えることで健康を維持する菌をプロバイオティクスと言います。こちらの動物園ではヒナの食事に混ぜて与えています。効果も抜群。去年これを与えたヒナは全て元気に育っているといいます。腸内細菌がライチョウを絶滅から救う、そんな日がやってくるかもしれません。いやー、すごい発見ですね。でもそのまさかうんちを食べて命をつなぎ止めるっていう、その自然の生態もすごいなっていうふうに思いました。本当に菌が命みたいな感じですもんね、うんうん、